イヤホンだけね、イヤホンだけ見る。はい。始まってる、はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すいません、今日本当にバタ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 してて、本当ですよ、鈴木さん、びっくりしました。始まらないかと思った。聞いてくださいよ。しかもあれなんですね、あの一人も今遅れてきてるんで、まあ、もうすぐ楽しいと思うんですけど、前髪が伸びすぎましたね、私。ちょっと私だから長いですよね。長いですね。センター分けで行こうかな、これから。ずっと前髪ありで来てたんですけど、どう思いますか皆さんっていうことで、いいですね。あのなんかちょっと私 LINE の編集をしなきゃいけないんで、ちょっとあのゆかりさんのちょっと自己紹介を、はい、ちょっと、あ、はい、自己紹介ですね。はい、はい、このラジオには本日で2回目の出演とさせていただいております。あの前回4月の28日の日曜日のお昼の回で、今回2回目になります。あの普段 TikToker であのライブ配信の方をさせていただいております。はい、この前もちょうどこの前の放送の後にね、次回に行ったり次回でも配信してたんですけど、でもつい昨日、はい、詐欺店の方で、詐欺店って分かるかな、そう、詐欺をね、その名の通り詐欺ってるお店に、はい、突撃してちょっと撲滅しようみたいなね、活動もこれからちょいちょいにさせていただく予定ですので、なかなか刺激的な配信になっております。はい、生配信で全部お届けしますので、ぜひ皆さんフォローと上の方お願いします。ゆうかりんです。お願いします。お願いします。じゃあ早速ね、スタッフの方ね、ゆうかりんさんの、まあ、TikTok の方からちょっとね先にお願いします。おお、はい、こんな感じになっておりますね、はい、ね、最初私がフォローした時に比べると、まあ、増えましたね。まあ増えましたね。2月ぐらいかな、始めたばっかなんですけど。へー。わずか、2ヶ月ぐらいで、はい、もうね、2000人超えましたけども。ちょうど一番最初の投稿、受会の投稿してるんですけど、はいはい、なかなか再生回数伸びてまして、今も絶賛伸びてるので、ぜひ皆さん覗いてください、うん。これからもっと増やしていきますので。すごい。お願いします。ゆかりさんちょっとね、大活躍で、まあね、はい、受会、はい、うん、先日予告した通りですね、放送終わった後に本当に富士の受会にみんなで行ってきましてですね、はい、うん、そちらの方でロケやったんですけど、一応 TikTok の方でですね、まあゆかりんさんのチャンネルでできるとこまででしたけど生配信も、はい、させていただきました。はい、うん、なんでね、まあ大隅さんね、受会は映っちゃいけないものも実はあったりするんですよ、なんかそのね、はい、あ、そうなんですか、はい、ワンチャンね、ワンチャン、ワンチャンちょっと映っちゃいけないものも映る可能性もある、ね、うん、ある中で、まあ、完全生放送という形で、はい、はい、やらせていただきましたし、はい、あと昨日はね、はい、いわゆる突、うん、突、うん、大隅さんわかります、突って、突わかります、はい、突撃の、あ、そうそうです、ね、とにかく、まあ、悪いことをしてる奴らにですね、うん、もう正義の鉄槌を下すみたいな感じで、ね、とにかくもうアポなしですね、アポなしでガーンと突撃するみたいな感じで、うん、でどうなってるんですかみたいな感じでカメラを回すっていうですね、うん、はい、まあちょっとね、普通の、まあ、方にはなかなか敷居が高いというか、うん、普通の人はやらないような感じのことをですね、うん、日野ゆうかりさんやってくださいましてですね、バッチリでした、はい、もうだからね、そこら辺についてもね、ちょっとね、今後もね、そういった企画もどんどんやっていこうかなと思ってます、はい、じゃあ、インスタの方ね、ゆうかりさんのインスタの方もちょっとお願いします。はい、ありがたいことにですね、インスタの方もですね、まあガン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 更新してくださったわけですけども、毎日投稿してます、はい、うん、今日も投稿しました、はい、しかもこの最新の投稿、富士山バックで写ってるんですけど、まあさっきもお話しした通り、富士の樹海に行った時のね、向かってる最中のまだ明るい時間帯の時の写真でございます。いい写真ですね。はい、すごいしっかり富士が写ってますね。コメントもありがとうございます。ちゃんと写ってますね。私も大事な大事なファンの方からのコメント毎日いただけるので、とてもありがたく思ってます。まさに天国と地獄というかね、この今回はね、暖かいし晴れてるし、はい、なんですけどね、この後樹海はね、富士の樹海っていうのはね、昼と夜では全く違う姿を見せますので、はい、そうですよ。夜中は富士山だって一切見えませんから当たり前ですけど、はい、あ、そうです、その場にいますからね、暗闇の中でもって感じですけども、はい、すごくね、いいインスタだと思うんですよ、こうやって、ね、積極的に毎回投稿しててですね、非常に華やかな感じで、うん、なんですけど、はい、たまにですね、そうやって突るぞとか、ちょっとね、幽霊的なものがね、まあ、心霊スポットに行った時のやつとかを載せたりとかするみたいな感じで、そうですね、カオスなね、そうです、そうです、うん、ギャップで売ってきますのでね、はい、うん、すごく大事なことですね。はい、あ、そうだ、今日ゆかりんさんのためのモンスターをですね、はい、買い忘れてたら、あららららら、残念、はい、ち
っとこの放送終わった後ちょっとねモンスターを飲んでいただこうかなと思ってます。はい、エナドリ大好きなんですよ。エナドリ大好き、はい、そうなんですよ、ね、はい、おーいいですね。もうマストでこういう時にね、うん、飲む、うん、ね、必要があるんですけど、元気が出ます。そうなんで、それを楽しみに待ってたんだけど、まあね、まあ、なんでたって鈴木さんはこの放送開始2分前に到着されましたので、はいはい、皆さん、ね、ギリギリですね、どうなるかと思いましたよね。いや本当に焦りました。今日でも頑張るしかないっていう話をしてたんですけど、よかったですね。今日センターにいてね、なんかね、はい、ね、メイン MC のような感じの話になってますけども、はい、はい、しかもあれだね、昨日と同じで突した時のコスプレのあれ、そうですね、これ実はですね、私あの TikTok にファンマークというものをね、うん、つけておりまして、うん、ユーカリンの後に黒猫ちゃんと赤ハートマーク、うん、これが私のユーカリンのファンマなんですけど、うん、まあまさにその過去というかね、うん、コスプレというか、まあ、黒猫ちゃん赤、うん、赤と黒、私のイメージカラーみたいな感じでやらせていただいております。ね、覚えやすいかなって思って、うん、はい、まあ、ぜひね今後もね、あのね、こういう風なね、ちょっとね、あのね、素敵な格好でね、あの今後放送もね来てほしいかなと、ね、その都度ね、まあ、はい、視聴者の皆さんも楽しみだと思いますよね、ね、ね、はい、ね、いろんなね、可愛い服を着てくださるのでね、コスプレするの好きなので、はい、おー、いいですね、ご期待で。ゆかりさん2回目ですけど、よろしくお願いします。お願いします。とても楽しみにしておりました。はい、そしてですね、まあ、本日初めて、あのご出演されますけど、はい、本日のゲストですね、はい、はい、あのじゃあ大隅劇場さんの方が簡単な自己紹介を、はい、お願いします。はい、はい、私ですね、あの吉本興業所属でお笑い芸人やってます、大隅劇場です。はい、よろしくお願いします。はい、すごいですよね、まずあの大隅劇場ですね。そうなんですよね、はい、で名前なんですか、はい、そもそもこれがもう芸名として、はい、はい、じゃあ早速ですね、うう、大隅劇場さんのですね、はい、X の方をちょっとねスタッフの方してくれたと思います。はい、はい、はい、これ要はあのチョッピーっていうのがコンビのお名前なんですか、ね、そうなんです、はい、今あのね映ってますけどね、ヘッダーの映ってますけど、はい、まあお二人コンビで、はい、え、はい、コンビなんだ。そうなんですよ、あの相方57歳っていうね、全然いない、はい、ね、ちょっと若く見えるんですけどね、これがね、私の30歳コンビで、うんうんうん、素晴らしいですね、クセ強ですね、はい、そうなんですよ。でチョッピーの大隅劇場さんなんですよね、はい、うん、で、あの大隅劇場っていう単語をですね、うん、YouTube で検索するとですね、まあお二人には分かんないでしょうけど、大隅健也さんっていうですね、ああ、はい、聞いたことあります。私の中の世代ではすごい有名な俳優さんっていうのが、いまして、その方ばっかり出てくるんですよ、はい、あの大隅ばっかり出てきちゃうんだ。その方からまあ、なんていうか、ね、お芝居してるところ、はい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 、大隅劇場だから、その方劇場でお芝居してるやつばっかり出てくるみたいな感じになって、あ、はい、あ、取られちゃってる、はい、なるほど、ね、そうなんですよ、やっぱり先駆者が、はい、なるべくだから大隅健也さんに勝てるぐらい大隅劇場っていう名前をですね、はい、そうですね、よりね、あれしていかないといけないなと思います。つけたからにはね、大隅といえば劇場さんっていう感じでね、上げていきたいですね、グーグルの知名度。聞いたことないんですけど、はい、大隅劇場の由来は何なんですか、うん、はい、ですね、実はなんか本名のアナグラムで、うん、あのつけたんですね。私本名がなんか大月真澄っていうんですよ。そう、本名言っちゃう。そう、本名言っちゃった。もう全然、全然どっか載ってるんで、うん、もう隠せないんで。うん、そう、でもその大となんか隅だけを聞いて、結構大隅さんって呼ばれることが多くて、からなんか市役所とかいた時に大隅さんって呼ばれたりとか、なんか同級生にも大隅さんって呼ばれたりとかしてえ、ちゃうんやけどなと思うんですけど、だったらもう一層大隅だったらね、もう略しでいいかなって、大隅にしました。そういうことだったんですね、もうなんかそのね、はい、まあ、あのね、ぜひね、大隅健也さんに勝てるぐらいのね、はい、あの大隅のね、健也が強いですね、そうそうそう、やっぱね、大隅健也本当に強いですので、はい、あ、じゃあ、あのね、あのお酒がね、そもそも大隅劇場さん、もう大好きというか飲めるということですので、そうなんですよ、はい、あの、なんでね、今日発散会ですので、まずは、はい、ちょっと乾杯をさせていただこうかな、いいですか、じゃあ開けさせていただいて、私のはないですかね、あの、今度、すいません、はい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 、ちょっとまだあれが、ね、残念ながらちょっと、まず乾杯しましょう、まあまあまあ、はい、じゃあ、はい、すいません、はい、今日、はい、お気にしません、すいません、乾杯、はい、乾杯、よかったです、間に合って、はい、本当に本当に、はい、飲んでください、はい、大隅劇場の確か朝日のビールが好きだったっていう風に、うん、札幌だっけか、札幌でーす、あー残念、朝日これこれなんだっけ、朝日見えてるけど、朝日も好きですよ、まあ、どっちだったか忘れちゃってですね、まあ、とりあえず勢いで買いましたね、いやいや、ありがとうございます、気持ちが、ね、イライラ、ね、一番美味しいですからね、そう、急がれてる中でも、
ちょっと、うん、スミさんのはね買って持ってきてくださるという、うん、いやありがたいですね、優しさが感じられますよね。ね本当はねあれなんですよ、宿を買ってくる、ね、あの間違ってなかった、あの忘れてなかったんですけど、うん、今日本当にスマホがですね、うん、私本当にギリギリまでなくなってて、うん、パニックを起こしまして、だから返信がなかったんだ、連絡つかなくなりましたからね、この格好でね、どうしたと思って、まあ、この格好で要はセブンイレブンうろうろしてるわけです私がね、はいはい、でお手洗い探したりとか、いや、やばいですね、この格好の中もあさったりとかしてなんですけど、いや、大事じゃないですか。ありがたい、なんか出てますけど。何ですか、これ。はい、これは、はい。誰？これはいまいち私もわかんない。多分、真田ナスナーさん。大隅健也。大隅さんかと思いましたけど。大隅健也かと思った。はい、ねえ、なんかわかりやすく出してくれたのかなと思ったけど。大隅健也ではございません。多分、真田幸村だと思われるんですけど。多分、ね、真田幸村だと思います。ああそうなんですね、詳しい、そこら辺なんか。詳しくはないけど、なんか昔アニメでやってましたけど。最後の皿。戦国の皿。そう、それ見てたから、なんかいたなって思うんですよ、この子。のね、武将がね、なんかね、あのゆかりんさんね、はいはい、あの私と初めて会ったの1年ぐらい前ですけど、 そうですね、その時も私兜とあのつけたの覚えてます。あ、はいはい、その時兜でしたかね、多分情報量多くてなんか分かんな、うん、あの覚えあんま覚えてないと思うんですよ、私がいろんな格好してハッピーバースデーの時とか、あの、まあ、うん、でも実はその時も兜被ってたんですよ私、うん、あのそう一時期去年のこのくらいの時期は兜、うん、赤い兜を押してましてですね、はい、で、あのなんとその兜を普通になくしまして、はい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 、私よく物なくすんじゃないけども、うん、なんかそんな気がします、そんな感じですよね、うん、そんな感じ、まあ、誰も早速今日もスマホなくしましたけど、そうですね、そう、まあったからいいけどね、そうで、その大事な あのアイコンのね、うん、まあ、赤いカブトなくしたんですよ1年前に、うんうん、でもまたちょっとねあのカブトつけたくなりましてですね、うん、であの最近実は発注しまして、うん、はい、これでそうね、ちょっとだから今きたて、そうキャラクターをちょっと今はねあのちょっと模索中なんですよ、だから、まあ、今適当つけてますけど、もうちょっとブラッシュアップしてねやっていこうか、そうなんですね、カブトの気分なんですね、じゃあ最初、そうなんですよ、進化途中の、はい、そう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 、うん、でですね、あの大隅劇場さんね、はい、まあ、要は、飲み歩いたりするのが全然お得意というか、あ、もう全然大好きなので、すごい、それでですね、あのなんとあの昨日ですね、ちょっとあのまだスタッフの方に全然動画とも送ってないんで、うん、後から流すと思うんですけど、はい、はい、あの昨日ですね、大隅劇場さんなんとゴールデン街、新宿のゴールデン街にですね、はい、はい、行ってまいりました、はい、そうなんです、あのゆうかりんもね、多分、うんうん、ゴールデン街一回ね一緒に行ったことあると思うんだけども、うん、覚えてるかな、もう1年ぐらい前なんだけど、そうね、ああ、うん、行きましたね、新宿のね、それも新宿系の、うん、話をしてくれるような場所でしたよね。あそこもそうですね。あの、あのそこは、面白そう。ディープでしたよ。女性の方が店長さんです、その店は。だけど、まあ、あの霊感がある方で、うん、懐かしい、その方はバスガイドを昔やってたんですけど、うん、そのバスガイド中に送ったね、怖い話とか、ちょっとたまにあの話してくれたりとかするんですが。すごい。で、ゴールデン街っていうのは、うん、まあ、ご存知の方いないかもしれないですけど、一応言うとですね、とにかく狭い店ばっかのところです。うん、はい、うん、そうで、外国人がめちゃくちゃとにかく多くて、いや本当にイメージありますね、新宿は、もうね、すっかりコロナアフターコロナになっちゃいましたけど、あのもうコロナ明けてからはさらにですね、以前にも増して外国人だらけになっている感じで、多いですよね、そうそうそう、なんでいわゆる狭い汚い外人多いっていう感じで、あとしかも安くもないんですよ、ね、実はね、安くもないので、そう絡んできてるのかしら、そう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 、確かにね、それもあるんですよ、だから本当にあのぶっちゃけちゃうとかなり敷居が高いんですよね、うん、あの普通の人はまず一人で行くのはなんかね、あ、今ねイメージがどうか言いますけど、うんうん、あんまりね一人で行くのは勇気がいるところではあるんですが、確かに確かに、うん、そこなかなか通るのハードル高いんですよね、夜特にね、それでゆかりさんね、実はゴールデン街といえばですね、はい、その名物がありましてですね、あら、ゴールデン街の目の前に、はあ、とある超大手事務所があるんですけど、はあ、ご存知でしょうか、はい、私お笑い芸人大好きなので分かります、はいはい、やった、はい、吉本興業様ですかね、はい、そうなんです、でございます、でね、なんとですね、まあ、あの吉本興業所属なんですよ、はい、吉本様所属で、はい、でですね、でやっぱり事実、あ、昨日ちょっと確認したんですけど、やっぱ噂は事実だったみたいで、要はですね、うん、あの吉本の芸人の方がですね、ゴールデン街行くのが基本的には実はタブーになっちゃってた、んですよ、基本的には、うん、近すぎて、まあ、なんでかっていうと、まあ、近いってもあるんですけど、うん、まあ要はね、なんか酔っ払ってね、何か、うん、やらかすとですね、まあちょっと、ね、コンプライアンスにうるさいこの時代ですが、まあね、ちょっとトラブルになって、ああ吉本の人だみたいな話になって、うん、そうだからやっぱもう吉本はね、あのゴールデン街に来ないでほしいみたいな感じのことになんないようにってことで、まあ基本的にはあの吉本所属の芸人さんっていうのはゴールデン街に行かないようにっていう感じで一応推奨されてたんですね、はいはい、ところがですね、ところがところがですね、ところが要は
まあ、我々ギャップを狙うっていうそのね、あのブランディングスタイルをいつもやってますけども、うん、やっぱり、大隅劇場さんのような、まあ、女性の方ですよね、いくら芸人をやられてるとはいえ、うん、まあ、女性の方、うん、ちっちゃくて可愛い女性の方もですね、一、うんうん、人で、ゴールデン街、うん、っていうね、あの女性一人で女性が行くにはあまりにもハードルが高い場所を、うんうん、楽しく飲みながら、ね、うん、お客さんとコミュニケーションを取ってですね、うんうん、なおかつその動画を撮ることによって、うん、しかも吉本と、あの、はい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 、そう、吉本の方は行っちゃいけないっていうタブーがあったわけですけど、そのタブーすら崩してですね、うん、やっていくっていうスタイルをですね、スタイル、そう、そういう動画がいいんじゃないかっていうことになりまして、はい、うん、なんで今後もですね、その新宿ゴールデン街、まあ、吉本とはとにかく縁が深い新宿ゴールデン街を、まあ、大隅劇場さんですね、ブラブラと、はい、はしご酒する、うん、はい、そうっていう企画をですね、今後やっていこうかなと、楽しそうなんですよ、はい、やったー、ゆかりさんもあのお誘いしますけど、あの、ね、はい、誘ってください、みんなで行きましょう、お酒大好きです、はい、よかった、やった、行きましょう、行きましょう、やっぱね、あのおっさん受けするネタが強いんですよ、世の中っていうのは、ね、なるほどなるほど、正直言うとね、はい、はい、結局ね、あの今ね、まあ TikTok ライブやってるんで分かると思うんですけど、はいはいはい、結局のところね、まあお金を持ってる層を相手にするっていうのは、まあ、うん、ちょっといらっしゃいますけど、マネタイズとしてはね、すごく大事な話であって、やっぱりその30代40代50代のですね、独身の男性の方々っていうのは、まあ基本的にその趣味がですね、うん、まあ一人飲んだりとか、うん、そういうの多いです、なんかね、うん、なんでやっぱりゴールデン街にもね、あのそういうね、一人、明らかにまあお一人様だろうみたいな感じの男性の方めっちゃ多いわけですけど、うん、逆に言うとそういう方々にですね、まあ、あの気に入られてしまえばですね、なるほど、うん、YouTube でも当然成功するでしょうし、うん、まあ、TikTok でも成功するだろうしね、うんうん、あの太いですね、太いおじのファンがですね、おじのファンがね、大事ですね、はいはい、そう、お願いします、おじ、そういう戦略なんですよ、だからね、戦略が大切ですからね、なんでだからまあゆうかりさんもそうなんですけど、あんな感じでね、はい、トツですよ、はいはい、うん、ポツもまたまたハードル高いわけで、女性に関して、女性に、いや本当ですよ、そうですかね、うん、なかなかできないですよ、うん、ワクワクしちゃいましたけどね、私なんて、すごい素晴らしい、頑張りますよ、そう、トツ、心霊スポット、ゴールデン街、うん、なんか勝手に一緒にしちゃうと申し訳ないですけど、うん、はい、はい、ディープな、ディープな、ディープなんですよ、どれもハードルが高い、でも逆に言うと、うん、これをですね、女性一人とかがやってると、お、すごいじゃん、なるわけですよね、うん、うん、そういう風にね、あの、狙っている今、あの、感じでございます。なので、うんうん、あの、大隅劇場さんには、あの、ぜひね、あの、ゴールデン街シリーズをちょっと頑張っていただき。はい、頑張ります。で、ね、いつかゆかりとコラボみたいな感じでね。ぜひぜひ、行きましょう。どんな格好でも、はい、行きますので。はいはい、じゃあ早速ですね、ちょっと今カメラ変わったけど、はい、カメラワークが、ももちゃんよかった、あの、はい、おー、通りました、はい、あららら、はい、じゃあ、岡本ちゃんの方からちょっと軽く自己紹介をお願いします。はい、はい、神秘と浄化をテーマにシンガーソングライター活動をしています、岡本舞香です、よろしくお願いします、はい、お願いします、あ、じゃあ岡本ちゃん、なんかあの、うん、こっち側にもう皆さんこっち側にこうなんかね、あのうまくずれてますずれてね、一つのあれ絵に入りますね、これ、そうそう、画角に多分これでね、若干でも岡本ちゃん切れてるから、うん、もうちょっと、あ、そう、もうちょっと岡本ちゃんこっちなんで、なんかそう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 、まあ、いや、岡本ちゃんのね、やっぱあのスタイルというか、まああの後で明かしますけど、お二人初めて会うので、うん、なんでこんなにね、うん、今ちょっと収まりづらくなっちゃってるかっていうのは、うん、まあ、あの、ご説明させていただきたいと思いますけど、収まりづらいボディーっていうことでいらっしゃるんですかね、はい、じゃあ、岡本ちゃんのね、X をね、ぜひちょっと今スタッフの方、はい、はい、流してくださって助かります、うん、で、岡本ちゃんと私はですね、なんだかんだ言ってですよ、今年でおそらく、知り合ってから6年、うん、ですかね、はい、6年、すごい、うん、はい、今ね、あの、かもちゃんの X が出ておりますが、まあね、お二人とも初めてということで、まあ、こんな感じでね、うん、積極的に、まあ、アーティスト活動をやられている、はい、感じでございます、はい、すごい、結局こういう活動をし始めてから岡本ちゃんは何年ぐらい経ちます、うん、今のところ、うん、どうだろう、8は経つか、うん、おー、すごい、なんで、うん、あのこちらの大隅劇場は芸歴はね、まだ5年、まだじゃないか、まあ、もう祝5年になったから、ね、そうですよ、芸歴5年の芸人で、そうなんですね、そうなんですよ、そう考えるとね、まだまだ8年ね、ただ8年やられてるってことなんで、いや、すごいですよ、うん、で、とりあえず最近結構岡本ちゃんにね誘われて、岡本ちゃんのライブの方にもですね、うん、まあ岡本ちゃんはゲストとして行ってるあのライブの方にもお邪魔させてもらってるんですが、うんうん、まあ、あの先日とかね、なんと私は岡本ちゃん誘われて岡本ちゃんが出てるライブに行ったんですが、うん、あのスケジュールの都合で岡本ちゃんが出る前に帰るっていうね、あらー、行っただけになっちゃった、ちょっと良くないスタイル、良くないスタイルで、確かに謎のね、おっとっと、ただね、あの岡本ちゃんのね、そのこの間バースデーだったんですけど、2ヶ月ぐらい前に、バースデーのワンマンライブは当然ね、私に行かせていただいたりとか、はい、
はい、それはね、今後ねワンマンのライブね実は今年もねまたやると思うんですけど、うん、それはね当然ね優先的に私ね行きますので当たり前ですけど、はい、はい、お願いします。はい、そうで岡本ちゃんね今ね、うん、さっき画角とかなんかなってましたけど、要はね肩がねちょっと収まりきれないっていう、まあこれは単純に、うん、まあ席順のまあ都合でもあるかもしれないけど、そうですね、もう部分的な、はい、ただですね実はもう一つヒントがあって、実は、はいはい、おもちゃんは趣味は何でしたっけ。え、うわ筋トレです。おお筋トレ女子だ。そんな大したことないんですよ。すごいな。うん、大したことはまああるんですが、実のこと言うと、まあとりあえずね、今は減量中の時期、とりあえず。そうですね。うん、何月ぐらいまでかな、減量中の時期は。7月いっぱい。うん、多いっすね。うん、じゃあ、減量中？そう、今。なんかこうですか？なんか大会出るのとか？あ、そうですね、その、ボディのコンテスト。ボディのコンテスト。見せる方ですね。見せる方。まあ、いわゆるボディービルって言われてるので大丈夫ですよ、なんかね、うん、まあ、今いろんな言い方ありますけど、なんかその、うんうん、そうそう、まあ、一番わかりやすい言葉とボディービルっていう言葉があって、うん、まあ、岡本ちゃんは趣味でやられてるっておっしゃってますけど、うん、ただ私がね、久しぶりに岡本ちゃんと再会した時にね、あのツイッター見たり、当時ツイッターでしたけど、ツイッター見た時にもうバッキバキのムッキムキの岡本ちゃんがですね、思いっきりこんななんかやってるんですよ、うん、はい、すごい。そう、もともと細いイメージの、ね、岡本ちゃんしか知らなかった私は、うん、びっくりしてなんかですね、うん、出会った時はまだやられてなかったんですか。やってなかったでしょ、おそらくね、だったらね大阪での例の事件があってから始めた。例の事件が気になるんですけど。あ、そうですね、そうですよね、だからなんだなんだ、初めてお会いした時は全然そういうことなくて、髪型も全然違かったです、今と、はい、もう、そうなの、うん、黒いね、髪型関係ないですけど、あ、関係ないですね、確かに。そう、あ、はい、おお、全然違う、全然違いますね、うわ、リメチェンだ、まあ、まあだからね、これは先にお伝えしてもらわないとね、あれはそう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 、左の方、時の方がモテました。あら、男の人からするとね、ちょっと女性らしさがね、もうね、若道を言って、うん、髪型もね、あの、まあ今ちょっと、まあ刈り上げてる感じになって、ね、うん、かっこいいですよね。何があったか聞いちゃダメですか、何があったか聞いちゃダメですか。あら、これは別にね、すごい役ですからね、はい、一度この番組で、私もこの番組で初めて知った事実なんですけど、聞きしたいですけど、まあ、もしよかったらじゃあね、あの二人とも初めてお会いするでしょうか。すごいざっくり言うと、はい、不審者に絡まれたところをムキムキのお兄さんに助けてもらいました、うん、あら、それでかっこいいなという感じで、かっこいいなってなって、憧れみたいな、そうそう、私もやらないとダメだってなりました、うん、へえ、そこからあそこまで行けるってすごいですよね。ね、極端ですよね、うん、途中でちょっとね挫折しちゃったり、うんうん、そうですね、ジム通いくらいならわかりますけどね、うん、じゃあやっぱあった、合ってたんですか、自分にやってみて。でも別になんかそれこそ逆にかっこよくなりたいとかじゃなくて、どっちかっていうと脅迫観念みたいな、うんうん、大丈夫かな、今まではあかんっていうところでやってたんで、へ、うん、まあ、それは結果的に自分を鍛えるためっていうか、なんかね、うん、このままじゃ、ね、自分に負けてしまうみたいな感じのあれですかね、脅迫観念的には、なんかその、なるほど、同じ目に会いたくないなみたいな、あ、うん、そっか、一回会っちゃいましたもんね、確かに確かに確かに、うん、まあ防犯のためということでね、そうそう、かっこいい、でも必要ですよね、女性もね、防犯はね、ちなみに私が来る前はどういう話題だったんですかね。いや、あれですよ、だから要はちょうどギャップを狙ってブランディングしていくって話をしたんですよ、うんうん、あ、なるほど、あの要はね、こちらの大隅劇場さんは、まああのこんだけね、ちっちゃくて可愛らしいも変わらず、まあ芸人さんだし、うん、しかもゴールデン街で、まあ全然一人でも飲み歩くことはできるっていう、はい、スタイルを持って、お酒好きなので、いや結構何でも大丈夫です私、すごい、そう、意外と、そう、でゆかりさんはね、あのこう見えてもう私もそもそも出会いが心霊スポットだったんで、心霊スポットすごいですよね、だから、まあ、この間のね樹海に行った時も、あの全然、うん、ね、積極的に活動してましたし、はい、すごいな、配信してるんですよ私、平気なんですね、もうあのまあいろいろあったんですけど、うん、まあ一応平気で、はい、いろいろありました、一応ね、一応色々ありましたよ、色々ありました、話を今日でしないといけないんですよ、はいはい、そうですね、で、あのしかも昨日はね、うん、昨日はいわゆるトツっていうか、はい、あのまあ、あの岡本ちゃんもご存知の、あの私の彼氏のコロアキさんという方がいらっしゃるんですが、ご存知なんですか、はい、あのコロアキさんたちと一緒にもうトツにも初チャレンジしたっていう感じで、いやー、その方が怖い、ガンガン行きますよ、ガンガン行きますよ、まあ、そうですね、だから、要はギャップでね、ギャップを狙うことによって太いね、お客さんが、あ、お客さんって言い方ですね、ファンをね、うん、
ファンを発信しようっていう感じなんですけど、やっぱり岡本ちゃんの場合本当にもう私がそれでやられたんですよ。さ、昔の岡本ちゃんはね、あんな感じで細くて髪がなかったけども、急にねっていう感じになって、そうだから、そこでもね、やっぱね、あのブランディングがね、当然離れていく方もいるかもしれないんですよ。ちょっと路線変わんないかこの人みたいな話になる可能性もあるんですけど、でもやっぱりね、あの岡本ちゃんの曲自体は別に変わりませんので、曲のスタイルは。そうだから、そこでね、やっぱりね、ギャップが生まれてね、まあプラスに働く、ようなことをずっと言ってました。だからね、ちょうどいいタイミングですよ。ベストタイミングです。ベストタイミング、よかった。ちょうど、はい、もう、よかった。そうで、ちょうどね、今もう サイズがもうちょっとあれだな、なんかやっぱりこれだと若干ネタになってるんで、うん、俺はこうギリギリまで寄るので、ちょっと、あ、そうですか。じゃあ全体的にこれで、そう、もう一個寄れば、そう、ガモちゃんもぴっちりよいしょ入るはず。入ったかな。おお、OK ですね、いい感じ、いい感じ、よかったよかった。いやでも岡本ちゃんね、やっぱね、今のそのね、あのネック姿でもね、やっぱ分かりますね、もうね、あの仕上がって、いやーあの綺麗ですね、あるような気がする。確かに、あの実際椅子がね、半分ぐらい私の方が下がってるんですよ。あ、確かにそうだ、そうだ。ちょっとじゃあ座高合わせる感じですかね。これぐらいで多分。おお、ありがたい。いいですね。で、岡本ちゃん、じゃあ、はい、あの今日は、曲の方は流してほしい曲は、もう全然ね、打ち合わせがバタバタしてあれできてるので、ちょっと今日 の、あの放送中にね、あの私に LINE でちょっとね、今日流してほしい曲を、あの、はい、はい、あの放送中にちょっと打って、私に送ってください。はい、お楽しみ、そう、そうだ、あ、そうか、だからお二人ね、歌をね、あのね、岡本ちゃんの歌聞いたことないと思いますので、はい、当然今日、あの、はい、ぜひいつも通り流しますので、嬉しい。はい、一応あのアーティスト強化月間ということにもなってて、そうなんだ、なんで岡本ちゃんがね、あの、まあ、毎回ライブ出てるわけですが、そのライブでご共演された方々にですね、この番組出ませんかって私の方からですね、ちょっとオファーとかあの送らせていただいてるんですよ。ですけどね、岡本ちゃんのライブで知り合った方っていうのは当然ライブされてる方なので、トークというよりはやっぱお歌をね、歌っていただいたりとかっていうね、はいはいはい、そういうアーティストさんなので、はい、ここで、はい、あ、ここでは歌わない、ここでも歌いってるちゃうから、岡本ちゃんは歌ったことあります。あ、そうなんですね、生歌で。で、ちょっとあとね、そう、スタッフさん行かなきゃいけないですけどね、ここってマイクとかね、あの、接続できるんですかね、ボーカルマイクって、持ってきたやつ、マイマイクみたいな。まあ、ちょっとこれご用意なんですけどね、まあ、今後ゲストに出たい方がですね、マイマイク、ああ、ちょっとできない、ああ、もう、了解です。さすがに。なんか、ギター弾いても大丈夫なんですよね、ちなみにね。あ、ギター弾く。そう、なんかちょっと本格的にちょっとね、生ライブもね、ねえ、いいですね、生ライブ。歌いたいですけどね。あ、全然、あの、大丈夫ですよ、そう、大丈夫ですけど、そうそう、はい。なんかあったら歌います。もちろん、はい。はい、ということで、ちょっと今からですね、ちょっと今日はいろいろ話さなきゃいけないことたくさん実はあるんですよ。ほら、あの、まあゴールデンウィーク間中とかも本当にいろいろありまして、で、まずどれから行こうかなと思ってるんですけど、とりあえずはですね、今ちょっとあのスタッフの方にですね、まあ、また打ち合わせなくて申し訳ないんですが、ちょいちょいあの画像を送りますので、それをちょっと流していただければなと思います。ちょっと私今からちょっとスマホちょっとあのほじほじタイムね、ほじほじタイムで、ほじほじタイム、3、4枚かな、このくらい送りますね。お、今ねすごいアナログな感じですけど、今ねスタッフの方にこう、ね、ちょっと楽しみですね、はい、そう、それで今からここに流れますので、ちょっとね、はい、何が流れるでしょう、はい、あのちなみにあの私のスマホじゃなくて一眼でね、一眼で撮ったあの画像になりますので、はい、おー、いい画像だ。で、これとね、あとね、いろいろたくさんあります。さあ、さあ、どれをスタッフの方が、まあ、まあでも今送ったやつをまずあれだな。じゃあちょっと、あ、これも、すごい今ちゃんと選んでるんだ。そう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 、リアルタイムですからね。で、さっきはリ リアルタイムに今岡本ちゃんからも流してほしい曲、今ね、今 LINE で送ってくる、ね、すごい、全てがね、リアルタイム、全てがリアルタイム、今起こってね、今起こってますから、まあ、本来はね、こういうのはね、番組開始前にやっておくべきだから、そういうことは全くやらそう、まあ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 、ね、なかったらこれができなかったわけだから、すごいですよね。大丈夫そうですか、もう今日終わってましたよ、今日終わってました、終わってましたよ、本当に表示大丈夫そうですか、スタッフの方、今なんかね、あの多分一眼の画像を送ったの初めてなんで、あ、今送ってます。おー、すごい、はい、ね、あら、まあ、分かるでしょ、ここはどこだか、堂々と後ろに書いてますから、あ、もう書いてますからね、はい、がっつりね、はい、ここはあの富士の、あら、噂の、はい、噂の次回で、次回ってね、はい、書いてますね、はい、嘘じゃないですよ、コラ画像じゃなくて、本当に我々、はい、夜に行ってきました。で、これ、暗さ変えてるからあれですけど、真っ暗ですからね、うん、はい、真っ暗です、はい、だって後ろ全く見えないもん、もちろん、もちろん、真っ暗でございます、してる時でしたね、うん、こうやってライトもつけて、電波が全然ない状態で、途切れ途切れのまま配信だったんですが、すみませんでした、リスナーの皆さん、あの首のやつは何なんですか、オレンジの、なんか光って、ね、
ろうそくですね。ろうそくなんですか。ろうそくをぶち込んでおりますね。ぶち込んでるんだ。はい、何もならずにはできないことなんですけど、はい、そう、ネックレスとかだと思った私、ね、すごいでも斬新な使い方だと思うんですよ。ねえ、ね、いや幽霊逆に寄ってきそうですけどね、はい、男の幽霊がね。じゃあ2枚目のちょっとね、何枚かちょっとザーッと出してください。はい、ね、まあここですね。はい、もうね、なんか雰囲気もう早速やばそうな感じですけども、ね、はい、ね、あのね、あの最初にちゃんとね、これ放送中なんでちゃんと言っとかなきゃいけないんですけど、別に私たち不法侵入したわけじゃないので、はい、そこだけちょっと誤解ないように、うんうんうん、あの樹海っていうのは基本的にですね、あの不法侵入はならないので、あの遊歩道で24時間別にいつでも入って OK なんです。それはちゃんとしたルールとしてありますので、うん、そう、ただ夜に入る場合は当然ですけど、明るか明るいが全くないので、そこら辺はちょっと自己責任になりますので、ね、皆さんも夜の時間行かれる方はね、まず絶対にあの懐中電灯を持ってってください。はい、じゃないと大変なことになっちゃいます。あとね、ゆうかに体感したと思うんですけど、寒いんですよ。あ、寒いんだ、うん、寒かったですよ、とっても世の中は、だって、あの日は都内も暑かったし、山梨も実は日中暑かったじゃないですか。ギラギラでしたね。だから皆さんに一応ね、厚着で来いって言ったんですけど、何が後悔してて、こんな暑いんだったら来なきゃよかったよ、こんな格好でって言ったら、もう夜になったら一気にですよ、ガーンってなって、はい、むしろもっと厚着してくるよかったみたいな話に皆さんになって、そんなに寒いんですか。寒いです、はい。もう東京からマイナス10度ぐらいだと思ってください。もう、ね、そうなの、まあ、そのぐらい、そのぐらいです。涼しいから、ね、ちょっと嫌かも。なんで、なんかむしろ夏がいいんですよ。夏だと避暑地としてね、楽しむことができますからね。東京が35度超えても全然余裕で20度ぐらいになってるので、まあね、涼みにね。そういうところですもんね、マイナス。まあね、今ね、あれ。で、なんだろう、ですね、で、あのちょっと補足なんですよ。さっきの立ち入り禁止って書いてましたけど、あのあれはね、ダメなエリアですよね。わかりやすいと思うんですけどね、立ち入り禁止だから。そうですよね。我々はちょっとね、あのまあここでね、好感度上げるわけではないんですが、好感度立ち入り禁止エリアには当然行きません。カメラ回してますから。そうですよね。なんで皆さんもね、あのプライベートで行かれる方、立ち入り禁止に行かないでくださいね。危ないので、はいはい。で、こちらに映ってる方がですね、もう佇んでいらっしゃいますけど、はい。今度ね、ゲストで、来ていただくので、あんまり今日はね、あのそんな大々的にはちょっと言わないんですが、実はあのこちらに映る方がですね、まあ有名ないわゆる次回 YouTuber、 次回 YouTuber の方になっております。はい、この方本当にすごくて、まあ自分一人で撮影編集ナレーション入れ、そして演者として、本当に全部一人でやってる、本当に YouTuber の鏡みたいな方ですね。すごいですね。で、当然ですけど、一人で受会に入って一人でライブ配信したりとか、はい、怖い、すごい。なんでね、あのそのね、もうオーラがすごいと思いますよ、なんかね。だから今回はこの次回 YouTuber の方ですね、まあちょっとお名前先に出させてもらいますと、怪談ちゃんさんという名前ですね。怪談ちゃんですね。怪談ちゃんさんという方から、我々はもうあの完全にガイドとしてですね、もうあの、ガンガンあのアシストしてくださってですね、はい、当然ですけど、この方のような方いないと、あの申し訳ないですけど、ちょっと責任取れません。はい、ので、今回はちゃんとね、安全性を考慮した上での、まあ、こういうベテランの方に、まあ、ガイドとして、ついてもらう形の、まあ、あくまでね、健全な心霊スポット会だったって形になります。あ、健全な、はい、安全でね、安全で健全な、ね、はい、はい、じゃあ、次の写真をちょっとね、はい、こんな感じでございますよ。はい、すごい真っ暗、暗闇に光る我々、はい、そしてね、あの、これね、今ね、ちょっとゆうかりんがうまく便利に使ってますが、はい、このハチワレちゃんね、あの実はルームライトで光るやつなんですよ、ね、いますね、そうね、ちょうど、私もドハマりして、これめちゃくちゃ皆さん可愛いんで、はい、買ってほしいですよ、ね、めっちゃもう一回買ったらハマっちゃいますもん、意外そうで、あんな感じでね、ハチワレちゃんがね、あのハチがですね、あの、まあ、暗闇でも樹海の暗闇でもね、可愛く光ってる感じが、活躍ですね、そう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 、癒しでね、まあこんな感じでね、もうね、はい、一寸先は闇どころが全部闇みたいな感じ、はい、すごいですね、はい、あの拝観させてもらってます。じゃあ次の写真ちょっとお願いします、はい、あら、まあこんな感じで、はい、あのまあ、一応観光スポットですよ、当然ですけど、はい、こんな感じでね、はい、可愛くね、はい、あの皆さんで写真を撮ったりとかあのしておりました、はい、じゃあ次の写真をお願いします、はい、探したくないな、はい、なんか、まあ、これはね、まあね、まあ、おのおのね、皆さんね、あの、よかったら画像保存でもしていただいてですね、まあ、じっくり見ていただければなと、まあ、思うんですけども、まあ、あの、まあ、これは、要は樹海に闇をね、まあ、写した、感じの写真だと思います。ね、要はね、このメンバーの中だと、岡本ちゃんがね、特に怖いのが、はい、非常にあの苦手なので、あの、はい、そうなんだ。はい、だから別にあんまりね、ここでは、あの、この写真についてはね、特に何も、あの、深入りしませんので、はい、はい、はい、まあ、あのね、ちょっとね、あの、岡本ちゃんが参加しない回でね、ちょっと深掘りしていこうかなと。怖
怖いな、なんかありそうですね。楽しみだな。じゃあ、次の写真をですね、はい、お願いします。はい、こんな感じで、ね、見ましたね。うん、で、皆さんね、まず誤解されてる方がまずいるんですが、本当に最初に言っておきますけど、富士の青木ヶ原樹海っていうのは、国の天然記念物に指定されています。まあ、これはね、おのおの調べればすぐ出てきます。はい、ちゃんとしたところです。はい、うん。で、要は遊歩道なので、まあ、本来はね、森林浴とか、うん、はい、あと樹海にしか生息してない植物でも一応ありますので、うん、そういったものを観察するため、あとハイキングとかね、そういったの場所です。はい、はい、ね、ここは本当に口をな何度も言いますけど、うん、ちゃんとした天然記念物、うん、でございます。はい、うん、年季が入ってますね。そうそうね、300年って書いてる。山梨県の、だからまあ県のね、ちゃんとしたものですから、はい、あ、うん、管理されてる。そうです、はい、うん、なんで、ちょっと悲しいことにね、まあ、うん、それを別の手段でちょっとやられる方が、まあ、いらっしゃるんですよね。ちょっとね、良くないことにこの樹海を使おうとする方が、はい、いらっしゃるんですが、要はですね、私たちはそういう良くないことのためにですね、樹海を使おうとしてる人たちへの、まあ、警鐘を鳴らすというか、うんうん、プラス、ちょっと真面目な話なんですけど、一応声掛け運動っていうのをですね、はい、樹海の方でちょっと私は勝手にですね、うん、行わせてもらっております。うん、うんうん、それがね、目的でもありますからね。ともちゃん、分かるかな、声掛け運動ってなんか、どういうことか分かんない。いや、イメージ分かんないです。うん、じゃあ、ちょっとね、まあ、例えを出しますね。うん、例えば、私がですね、私が、もうちょっとね、人生に疲れたと。うん。うん、もうダメだってなって、うん、あ、そうだ、樹海に行こうって思うとするじゃないですか。うん。うん、あんま良くないことをよく考えてるんです、その時はですよね。そういうことか。はい、はい、うん、で外フラーっと樹海に行きますって夜中ですね、うん、私はこの格好で樹海に行ったら、まあいろんな見て怖いと思うんですけど、フラーっと行きます。そうだと思う。そう、確かに。そう、そしたらですね、知らない方に声かけられましたと、うん、ちょっとって言われて、でも私も怖いですよ当然ね、なんだなと思ってビクッとするし、でも多分あっちも怖いと思うんですよ、うん、なんか変な格好つけてるやつ、ね、そうそう、お互いと思うんすよね。なんだけど、その方にね、声かけられて、あなたなんか良くないことをしようとしませんみたいな、なんか相談乗りますよ、よかったらみたいな話に なったら、まあその時のそのね、その人の状況によるとは思うんですが、やっぱ人によってはね、実はね、といろいろありまして、うん、こういうことをしようと思ってたんですよと、うん、でその段階でですね、一応そのご警察の方にですね、警察の方にまあご連絡して、まあ保護ですね、保護です、うん、逮捕とかじゃないですよ、保護していただきます。うん、でまあ警察の方にね、いろいろとまあ説得とかしていただいて、まああると思うんですけど、いろいろ話をするんですけど、うん、まあそれによってですね、まあ、はっきり言ってしまえば救われる命っていうのは実際にあります。もし声かけその時しなかったら、おそらくね、その時の私のような状態の人はですね、そのまま暗闇に消えてしまうと、そう、っていうこともあるし、あとちょっとね、まあ岡本ちゃんがね、ちょっとヒーリング的なものもね、今やられてますけど、そういうね、なんだけど、一応その樹海でもし命を絶ってしまうと、その魂的なものっていうのは樹海に完全に閉じ込められるっていうふうに言われてるんですよ。うん、もう出てこれない、まさにさまよる魂というかなんか、その、うん、そうそうそう、でそれは非常に良くないことで、うん、そうですね、なんで樹海の評判も悪くなるし、うん、その魂的なものもね、ずっとそこを暗闇の中をうろうろしなきゃいけないみたいな感じでね、うん、なんでやっぱり樹海でね、そういうことをするのは非常に誰得でもないんですよ。うん、そうですよね、本当ね、永遠の苦しみがね、待ってるわけですからね。なんで今回、ね、それに気づいてほしいですよね。うんうん、今回樹海を開催することによってね、いくつかご意見をいただいたんですが、一応根底としてはそれが確実にあります、我々の中には。はい、本当にそうです。まあ、この話はね、詳しい話は、まあそのね、さっきの樹海 YouTuber の方がこの番組にゲストに出てるときに、もう徹底的に1時間スペシャルとして、もうみっちり、はい、やりたいと思っておりますので、はい、楽しみですね。結構その回はあれですよ、自分で言うのもなんですけど、結構いい回になると思いますので、ね、はい、そうそうそう、はい、なんでね、ご期待してほしいです。私もね、いろいろと伝え合ったことがありますので、うん、じゃあ、最後に、もう一枚ですね、うん、もう一枚、はい、最後に送ったやつですね、そのね、うん、はい、あら、こんな感じで、はい、ハッチがですね、ろうそくと、まあ、キャンドルのね、うんうん、LED ライトに、まあ、囲まれて、火あぶりの刑になっているかわいそう。はい、はい、はい。まあ、これね、樹海の中でございますけども、うん、まあ、樹海の中でね、こうやってその LED ライトを置いて、うん、ちょっと雰囲気良くしてですね、変な意味ですよ。変な意味で雰囲気を良くして、階段階をやると。はい、樹海の中で階段階をやるっていう、ね。うわぁ、なかなかディープな。なかなかな客も一応、はい、やらせていただいておりました。ね、うん、うん。で、一応今日ザラッとですけどね、こんな感じなんですが、まあ、一応樹海の、まあ、オフ会の話はですね、ちょっと、うん、まあ、もうすぐ夏になっちゃう
ちゃいますので、うんうん、あのシリーズ化してね、今後もちょっとこの番組でちょっといくつか、ね、はい、語らせていただければなと思います。これからのシーズンですよね。ね、ちょうどね、ちょうどこの時私左半身めちゃめちゃ重かったんですよ。うわ、言わなかったんですけど、その場では、感じてました、はい、実際。まあちょっと今日ね時間があれなのであるんですけど、実際ね、いわゆるそのちょっとね不思議な出来事、まあゆかりも遭遇しましたが、とある男性の方もね、なんかね肩にね、肩にさらっとなんか髪みたいなのフィルターとか大変でしたよね、で話もありましたので、またね次回以降ちょっと語らせていただこうと思います。はい、じゃあ次回の話はこんなところで、次回の話はこんなところでなります。はい、すごい、はい、次回の話はこんなところで、それだけでもね、でも多かったですよ、ギュッとしてましたからね、なかなかいろいろ起こりましたね。じゃあ、あと10分ぐらいので、はい、ちょっと曲をね、あのぜひあの流したいと思います。で、岡本ちゃん今日あのあれですよ、流しながら喋っても大丈夫な感じ、大丈夫な感じです、はい、まあね、お二人はね完全に初めて多分岡本ちゃんの曲を聴きますので、はい、嬉しい、はい、で今ね、今送りました、今 Now で送りました、はい、Now の方今、はい、再生してほしい曲を、はい、送りました。じゃあその間にあの岡本ちゃんの方がまあ軽く、はい、曲紹介の方をちょっとお願いします。はい、先月の20日に発売しました、うん、私の過去作を集めた、うん、究極入りのアルバム、うん、The World is More Beautiful というアルバムの中から、うん、ヌリネという曲を聴いていただきます。はい。なんかあれですかね、この曲にのおすすめポイントはありますか？おすすめポイントはちょっと懐かしい感じ。はい、うん、ちょっと懐かしい、なんかサウンドの歌詞の曲になってます。はい、じゃあ、さくのが準備よろしいでしょうか？ちょっとあれかな、そう、なんか、あ、今ね、じゃあ、ちょっと、ね、もうちょい、岡本ちゃん、この曲に対するあれを、はい、というか、まあ、そのアルバムが、要は、今までの曲ですよね、うん、昔の曲をセルカバーしてるみたいな感じですもんね、いや、カバーじゃなくて、じゃカバー集めて、集めてるか、今まで、自分の曲ですもんね、カバーもしてなかったんですけど、うん、ちょっとやっぱり、その、活動初期の歌唱力と今の歌唱力が全然違うので、配信をしてなかったんですけど、それでもなんかこの曲好きだから聴きたいよっていう方もいるんだなっていうところで、で9曲まとめて配信させていただいたっていう感じですね。はい、ちなみに岡本ちゃんとかこの曲を歌ってる時の岡本ちゃんは、この曲は割と何年ぐらい前の曲なんですか？3、4年前ぐらい、うん、出来上がった後のかもちゃんの歌声って感じで大丈夫ですか？なんかそれですね、なんかね、ちょっと完成してきたぐらい、3年前多分それぐらいですね。はい、はい、じゃあ準備ができたということで、改めてご紹介からさらっと曲振りお願いします。はい、聴いてください。ねりね、君がいる
しょう。してましたけど、はい、あのそのね、今出してる地声の岡本ちゃんの声のギャップにね、うん、驚かれたと思いますが、あの、一応、うん、じゃあ、あの大角さんね、はい、あの動画を流す前にですね、はい、ちょっとまあ一発芸が一応あるということで、はい、あの今日初回でございます。いやー、恥ずかしいなー、ここでやるのかまあ、NG だった場合言ってください、今日喉本調子かとかあったら、いや、もう毎日本調子ですよ。ああ、さすがです。OK です、OK です。じゃあ、どうぞ。はい。じゃあちょっと私の特技なんですけれども、私あの低い声出すのが得意で、じゃあちょっとやってもいいですか。はい、じゃあ行きますね。どうも大隅劇場です、よろしくお願いします。そうなん、これでね喋るとね、ちょっとニューハーフなのかなとかね、確かにそう思われるんですけれども、あのちゃんと女性ですので、よろしくお願いします。なんかね、私思いついたんですよ。もしあの、あ、大隅さんがね心霊スポット OK だったことなんで、はい、もし今度樹海とか、あと心霊スポットで階段階やるときは、はい、急に大隅さんがこの声出したら、あのまあいきなり出だしからマックスで怖いっていう感じで、怖いですけど、はい、誰の声ってなりますよね。そう、それか最後の落ち、うん、しなければ、そうそう、最後の落ちのところで急に声変えて、なんかそう、あのそういきなり急に、そう、いや、そう、結構お前の後ろだみたいなね、そうそう、そこだけね、落とす、落とす引いた感じにしてもらって、そう、あのまあ、いろいろね、ちょっと夢が広がってば、だから岡本ちゃんだけ引いてますね、かつとね、あの、よっからの100ばっかり考えてるもんだから。じゃあ、先ほどスタッフの方、あの送った動画をね、ちょっと2本、あのちょっとわー、ちょっと恥ずかしいですね。で、昨日ね、初めてあのね、あの隅劇場さんとゴールデン街行って、まあちょっとまあ試作品なんですが、一応ね、試作品って言い方はですけど、まあとりあえずこんな、はい、こんな感じのね、今後動画撮っていきたいみたいな感じで、まあゴールデン街でね、まあ飲み歩いてる大隅劇場さんをちょっと映して、うん、で、まああの食レポもちょっとやってもらったっていう感じで、ね、ちょっと酔っ払ってるんで、はい、皆さん多めに見てやってくださいね。はい、この動画を、はい、はい、ちょっと時間差もあるので、ちょっと2本だけ流しますけど、はい、まあちょっとね、今後こういうのを編集しながら、この番組をどんどん流していこうかなと思います。うんうん、はい、どうも、はじめまして、大隅劇場です。聞こえますか？声やってます。酔っ払ってるね。知ってくれた、いいでしょ？それでか。めっちゃ赤くなっちゃう、私すぐ。ねえ。8割ちゃいますね。そうそうそう。あ、食レポの動画をそう、まあいいや、まあ次回、次回しよう。次回じゃない。そう、違う、あの、はいはい、食料紹介、はい、食料紹介じゃない。そう、おつまみ紹介でしたね。すごいね、たくさんおつまみが出るところでした、なんかね。そう、はい、あ、まあ、もう本当止まらないぐらい。お店の紹介はね、ちょっとね、あのシリーズ化していきたいので、またちょっと次回みたいな感じで、うん、ちょっと今日はお時間もう押し迫ってるので、うん、はい。じゃあ、あの、今日はね、あの、初めてのね、あの、大隅さんの方から何か、はい、告知があれば、ぜひどうぞ、はい。はい、ですね、あの5月17日にですね、あの吉本の方でですね、あのライブございましてですね、あのお笑いライブですねが、渋谷のあの無限大ドームの方でありますので、あのよろしければ、あのツイッターからあのチケット買えますので、よかったら皆さん見に来てください。頑張ります。はい、よろしくお願いします。今後もね、お住み劇場さん、はい、お期待しております。はい、応援お願いします。2人でやるんですよね、その時は。そうです、おばさんとやるんで、頑張るんで。本気だったんですね。そうなんです、57歳の相方で。ちょっと後でね、控え室でちょっとね、あのお互い自己紹介とかね、させていただきます。はい、気になる方ぜひぜひ配信もあるので、よろしくお願いします。じゃあゆかにちょっと時間ないんだけど、ちょっとなんか何かあれば、はい、どうぞ。あ、うん、はい、ゆうかりんです、はい、はい、TikTok 頑張ってるので、うん、とりあえずフォローの方お願いします、うん、お願いします、はい、もう考えましょう、お願いします。コツも死んでそうな、はい、頑張りましょう、ね、はい、ましょう。モデルの依頼も はい、お待ちしております。どしどし、はい、ぜひね、お願いします。はい、じゃあ、はい、岡本ちゃん最後告知お願いします。はい、はい、一般的な岡本で、ひらがなまゆかで何でも出てきます。よろしくお願いします。チェックしてください。チェックしてください。一番力入れるライブは何月だっけ、とりあえず
いや、8月10日と12月13日にワンマンライブがあります。うんうんうん、はい。ワンマン、すごい。ワンマンライブが。なんでそれまでね、私もね、あの岡本ちゃんにあのね呼ばれたライブはなるべくね、あの顔出して。で、今回ちゃんとね、岡本ちゃんの出番までね、ちゃんとね、あのはい、あのいるように、ね、うん、岡本ちゃんの出番を終わりに帰ってことがないようにだけ、ちょっとやらかしがありますのでね、していきたいかと思ってます。はい。まああのこんな感じでございまして、今日ね、一応大隅劇場さん初参加でしたが、まあ今後ひょっとしたらですけどね、まだわかんないですけど。大隅劇場さん、この番組を聞いてくだされば定期的にまたね、ちょっといらしてくださる、はい、うん、ことになるかもしれませんので、よろしくお願いします。はい、で、ゆかりんさんね、2回目ですけどね、多分大丈夫でしょう、おそらくね、また次回以降も、はい、はい、はい、よろしく、はい、じゃあ皆さん、最後ね、手を振る感じで、はい、はい、あ、このちゃんはね、今後もね、はい、多分大丈夫です、このちゃんと私は仲良しなんでね、はい、今後きっと大丈夫です、はい、じゃあ皆さん、ありがとうございました。ありがとう、またねー。